ザ・クロスはクイーンのドラマー、ロジャー・テイラーによるソロプロジェクト。1987年から1993年の間に活動し、3枚のアルバムを発表した。1986年のマジックツアーの終了後に活動を休止したクイーンだが、直後からテイラーは、アルバム制作に向けて作曲、レコーディングに入っていた。同時進行で、 バンドメンバーを募集しているが、クイーンのツアーにおいても、サポートキーボーディスト、ギタリストを務めたスパイク・ウェドニーの起用を除き、他のメンバーに関しては工房の形を取った。オリジナルメンバーのギタリストのクレイトン・モス・ベーシストの、ピーター・ヌーン・ドラムスのジョシマ・マクレイはまだ、確定メンバーではなかった。テイラーはドラムスではなく、フロントマンとして、リズムギターとリード・ボーカリストを務めることになった。 クイーンではドラムスを担当していたテーラーだが、ザクロスではフロントマンとしてリズムギターとリードボーカリストを務めている。デビューアルバムではクラシックロックをダンスミュージックと融合させ、続く2作でもダンスミュージックを意識した作りを見せた。作品はイギリスで数回チャートインし、ドイツでは一定度の成果を上げた一方で商業的に成功を収めることはなかったが、 クイーンの熱心なファンの間では、名が知られる存在であり続けている。最初のアルバム、夢の大陸ダン・シュブ・イットは、バージンレコードから1987年に発売されたが、全曲がテイラーの手によるものだった。うち2曲には、クイーンのメンバーが関与している。まず、ヘブン・フォー・エブリワンでは、フレディ・マーキュリーがボーカルとして参加している。この曲は、クイーンのアルバム、 カインド・オブ・マジックの収録中に書かれたもので、後にマーキュリーがリードボーカルを務めたバージョンがアルバムメイド・イン・ヘブンに収録されたほかシングルカットされて各国で大ヒットした。またラブ・ライズ・ブリーディングにはブライアン・メイがギターで参加した。ヨーロッパ版の CD にはカセット・イルには未収録の追加トラックとして ザ・セカンド・シェルフ・ミックスが収録されており、アメリカ版にはフィール・ザ・フォースが追加トラックとして収められている。大部分はテイラー本人のソロ企画でもあり、このアルバムとシングルカットされた3枚はイギリスでチャートインし、いくつか好意的な批評も得た。バンドは特にドイツで熱心に宣伝活動を行い、1988年のローズドールに参加するなど、 数多くのテレビ出演を重ねた。バンドはアルバムを引っ下げて、イギリスドイツでツアーを行ったが、テイラーは、クイーンのアルバム、ザ・ミラクル制作のため小休止を取り、この期間ツアーは行われなかった。このアルバムからは、カウボーイズインディアンズ、カウボーイズインディアンズ、ヘブン・フォー・エブリワン、シュブ・イットの3曲が、シングルカットされた。 1988年には別のシングルマニピュレータも発売されているが、この曲はどのアルバムにも収録されていない。この曲はテイラーとエドニー、スティーブ・ストレンジの共作になっており、発売時点でテイラー以外の人物がクレジットされる唯一の曲でもあった。ザ・クロスとして演奏するテイラー・クイーンによる1989年のアルバムザ・ミラクル完成後、テイラーは ザクロスの他メンバーと共に、スタジオに戻り、第2アルバム、マッド・バッド・ロックン・ローラー・マッド、バッド・アンド・デンジャラス・ツー・ノーの収録に取り掛かった。第1曲目の、トップ・オブ・ザ・ワールド・マ、トップ・オブ・ザ・ワールド・マはバンド全員で作り上げられた曲だが、その他は、マクレー・ヌーン・モスが共作した、パワー・ツ・ラブ・パワー・ツー・ラブを除き、メンバーが、個々書き上げる方式が取られた。クレイトン・モスは、 自身が書いたベターシングスベターシングスでリードボーカルを務め、スパイク・エドニーはテイラーが書いたファイナルデスティネーションフィナールデスティネーションでマンドリンを演奏した。ファイナルデスティネーション、ライアーライアー、パワーツラブパワーツーラブはシングルとしても発売され、中でもパワーツラブはバンドがイギリスで出した最後のシングルとなった。ファイナルデスティネーションの B 面には テイラーの曲、マン、オンファイアーマンオンファイアーのライブ演奏が収められ、ヌーンによる、ライアーには、テイラーと、ともでした、新曲、イン、チャージオブマイハートイン、チャージオブマイハートが収められた。ライアーの12インチシングルと CD には、ライアーと、インチャージオブマイハートのエクステンデッドリミックスも収録された。また、 In Charge of My Heart 冒頭のインストゥルメンタル部分はツアーのオープニングにも使われた。エドニーによるクローサーというークローサーツーユーはアメリカでの発売も考えられていたが、その話が再度訴状に上がることはなかった。この頃グループはイギリス市場での展開を諦めた様子で、アルバムを引っさげたツアーはドイツ、オーストリア、スイス、イビサでのみ行われた。 このようなツアーにしては珍しく、アルバム収録の全曲がライブで演奏された。テイラーの活動の主軸がクイーンの方へ移ったことで、第3アルバムブルーロックでは他のメンバーが制作の主導権を握れるようになった。このアルバムでは多くをエドニーが書き、自信のみで3曲、友筆で4曲を完成させた。第一曲目は、 今回もバンド全員で書き下ろしたもので、この曲、バッドアティチュードバッドアティチュードは、1990年のクリスマスに行われたファンクラブパーティで途中まで書かれたものだった。このアルバムは EMI に発売を拒否され、売り上げがそこそこ堅調だったドイツで、EMI の四曲にあたる EMI エレクトロオーラが発売した。発売日は1991年9月9日であった。 テーラーによるニューダークエイジズニューダークエイジズはマンオンファイアの新しいライブ演奏版と合わせてドイツで発売されたほかライフチェンジズライフチェンジズは B 面にハートランドハートランドをつけて発売された。しかしながらこれは1991年11月のフレディ・マーキュリーの死ですぐ中止された。ツアーはマグナムをサポートに迎えて行われたが45分という短さで ごく少数のブートレグが残されているだけである。またツアーは1ヶ月で20公演を行うという、忙しいものだった。1992年12月22日に行われたライブでは、テイラーがかつて所属していたクイーンの全身バンドスマイルが再結成した。名はスマイルでの2曲に加えて、数曲を演奏した。バンドは1993年に、 最後のショーを行った後解散した。テイラーはクイーンとしての活動を続けつつ、ソロアルバムも出している。ドラマーのマクレイはテイラーのソロツアーに帯同したほか、1992年に行われたフレディ・マーキュリー追悼コンサートでは、パーカッションを演奏した。テイラーとエドニーはクイーン、ポール・ロジャースのツアーに参加したほか、マクレーは舞台裏でサウンドエンジニアや、 プローツールズのエンジニアとして働いた。1990年代後半には、エドニーが SS a バンドと銘打ったバンドを結成している。2013年7月23日、スパイク・エドニーは、自身の Facebook ページで、ザ・クロスが、同年12月7日に一夜限りのリユニオンを果たし、ギルフォードの G ライブでコンサートを行うと発表した。 ザクロスがコンサートを行うのは実に21年ぶりのことであった。この時のセットリストは以下の通りだった。In Charge of My Heart Top of the World Manu, Dark Ages Man, On Fire Ain't Pit Nashing Down Liar Dirty, Mind Cowboys and Indians Powers Love Heaven, For Everyone Sister Blue Final Destination また、2014年には、クイーンの公式 YouTube アカウントにて、 バンドのプロモーションビデオが公開された。ありがとうございます。